プリーミニーはソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが開発した NTT ドコモの第2世代携帯電話のシリーズ名称である。全4機種発売された。プリーミニー 2i モード端末としては極めてコンパクトな携帯電話を目指し、当時すでに主流であった折りたたみ型携帯電話より小型、軽量化されたストレート型端末として設計された。 小型軽量化のために機能もシンプル化されており、初代、二代目ではカメラや i アプリの機能さえも省かれていた。また、三代目、四代目はカメラアプリ搭載機種の中では最小クラスになった。また、この機種以降のムーバ端末はドパ非対応となっている。このシンプル、小型、ストレートというコンセプトを後に、 ォーマ端末である SO902i にもつながることになるが SO902i はプリーミニーシリーズとは異なる端末として販売されている。なおプリーミニーの名称はプレミアとミニという単語を組み合わせた造語である。ありがとうございます。